はい、フィールグッド TV 石川みのるです。アウトドアフットウェアブランドの金と一緒に世界にねポジティブなインパクトを与えていこうというふうに今日第12回目やってるんですけども、実はですね、一昨日ちょっとまた僕山に遊びに行ってまして、いろいろ失敗をしちゃったんですよね。まず新しく買った手袋があんまり機能してくれなくて、めちゃめちゃ手が冷たくなっちゃったんですよ。だけどなんとなくそんな気もしたので、リスクを考えて万が一想定をして、もう一個手袋を持ってったんで、それに取り替えることでそれは大丈夫だったんですけど、もう一個はやっと山を降りてきてほっとして車のハッチをリアトランクをバッと開けた途端に、まあ、ちょっと標高が高い駐車場だったので風がブワッと吹いて、中に入ってたゴミ袋用のレジ袋が飛んでちゃったんですよ。やばいと思ってうわーっと走っていって駐車場の柵を越えて向こう側に行ってびっくりしたんですけども、どうやらこれみんなやってるみたいで、他は綺麗なんですけども、そこ風の吹き溜まりでレジ袋がいっぱい木に引っかかってて、かなりショックを受けたんですよね。でこんな風に想定外のことが起こるのは山で、で自分だけの安全の想定ではなくて、これからはそうした環境に対してどういうことが自分が与えてしまうかなっていうことをね、想定していかなきゃいけないなっていうことをすごく痛感したので、できればみんなね追っかけて撮ってくれればよかったのにと思ったんですけれども、今日はそんな話をですね、野外教育指導者でリーブノートレースジャパンの岡村さんに、岡村泰斗さんにきっちりと教えてもらいたいと思っています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。そんな失敗しちゃったんです。めちゃくちゃ最高の振りですね。あ、そうですか。今日の話にめちゃくちゃスムーズになります、ね、よかった。いやだからそういう失敗しちゃったんで。なるほどなるほど。どうなんだろうこれと思いまして。いやまあゴミを残してしまうこと自体はね、必ずしもいいことじゃないですよね。飛んでっちゃうんですよ突然。まあ誰もね、はい、あえてゴミを残しておこうなんて思う人はほとんどいないと思うんですが、うんうんうん、はい。で今そういうこうお話で、どんな風にして野外教育指導者っていうのにこうなっていったかとか、例えば野外教育指導者ってのはどういうものなのかってことをちょっとまず教えてもらいたいんですけど。あ、はい、分かりました。まあ、野外教育って言葉自体なかなかね、はい、あの皆さん、見慣れない言葉かと思うんですけれども、うん、まあ、経歴で言うと、まあ、正確に言うとそういう、まあ、野外教これが野外教育だと思って始めたのは、まあ、大学の専攻ですね。あ、そういうのあるんですねちゃんと、はいはい、私あのスポーツ大学に行ってまして、でまあ、大学であの、まあ、サッカー、はいはいはい、子供の頃からサッカーやってて、で、まあ、サッカーをやるために入ったんですけれども、でまあ、ずっとこうなんだろうな、大学で卒業するまで、うん、その論文までサッカー書くのもなんか面白くないなと思って、うん、でまあ、大学でそういった野外運動という、うん、まあ、その専攻の名前は野外運動っていうんですけれども、はい、まあ、そういった、まあ、専攻に入ったのがきっかけですかね。野外運動って大学で学ぶとどういうことを学ぶんですか。あ、それこそハイキングであるとか、ね、スキーであるとかスクーバダイビングとか。お、はい、じゃあ本当アウトドアってことを勉強できるんだ。いわゆるアウトドアですね。でそれはじゃあ大学に入ってからよしこういうのって目覚めた、それとも。あ、いえ実は、はい、私ね生まれが群馬なんですよ、はいはい、で群馬はまあ山とか、はい、あとスキー場とか温泉とか、まあ、素晴らしいのもたくさんあるんですけれども、はい、で親父が割とその、まあ、専門にやってたわけじゃないんですけれども、うんうん、アウトドアが好き で子供の頃から割とそういうアウトドアには親しんでたんですよ。連れてかれてたんですね。連れてかれてました、はいはい、で大体、小学校の高学年か中学生ぐらいには体力的に大体親父に並んだり抜いたりするじゃないですか、うん、大体、まあ、サッカーもやってたし、はい、でちょっとこの親のペースにはついていけないなというので。あ、抜いちゃったんですね今そこで。まあ全く人間としては抜いてないですよ。体力的に体力的に、まあ、男の子がちょっと父親攻略。大体そうじゃないですか。です、ね、普通親父とはなんか一緒に行かなくなるじゃないですか。ちょっとめんどくさいですね。うるさいし。でそれで、まあ、山は好きだったんで、で群馬ですから尾瀬とか谷川とか、本当中学生の頃から一人で歩き出した、ちょっとだから変わった中学生。友達とか一緒に行こうぜっていうのは。いやいや、誘うんですよ、はい、で谷川だけ行こうぜ。いやいやいや、まあ、谷川だけって言ったかもしれないですけれども、で、まあ、一緒に行ってくれるんですかね。1回は、はいはい、1回は一緒に行ってくれるんですけれども、だけど、まあ、1回行って大体もういいわっていう結果としてソロみたいな。でもそれは中学生の時からハマった、小学生の時からもハマったっていうのはどんな感覚、どういうところでこれはっていう。あ、やっぱりね、そんな簡単じゃないんですよね常に。あ、やっぱり山でね、一番最初のオープニングで失敗しちゃったって話があるんですけど、まあ当然子供だからそんな知識もないし、いい道具もないし、その失敗が何かこの常に自分のこう経験になるっていうか、まあそんなのこう感覚的に子供の頃からこう身についていて、で痛い思いをしたけれどもその次またよりいい状態になるみたいな。でさっき大学の話に戻ると、でそれをちゃんとその単なるまあ、子どもの、まあ、経験ではなくて、それを教育という文脈で
こう教えてくれたのがそこの専攻でしたね。だそれで、ああ自分が今まで趣味としてやってきたアウトドアでこんなに人が変わるんだっていう経験を大学時代に経験して、そこからですかね。ああじゃあ自分の経験でこう頭の中にいろんな情報とか入ってたものが学問としてこう整理された。なるほどなるほど、そうそうそう、あこういう理屈だったのかっていう。ああ俺がこう思ってたのこういうことだった。そうですそうです、 まさに、ま、さ本当におっしゃる通り。でそれをじゃあ今度は伝えていこうっていう立場になられた。そうですね、指導者って、はいはい、それどういうふうにやられてるんですか。あ、まあ、まずは、はい、やはり、まあ、そんな簡単じゃないんですよ、ええ、簡単っていうか、はい、だから奥が深いんですよめちゃくちゃ、はい、でもっと知りたいもっと知りたいって言ってるうちに、うん、まあ、大学ってその前大学院とかもあるじゃないですか、はいはい、まあ、大学院も進学して、で、まあ、もっと勉強したいというので、はいはい、アメリカでトレーニングを受けて、うん、で一番最初はこの大学の教員という立場でこう野外教育を伝える側になったんですけれども、はい、先生だったんですね、はい、先生だったんです。先生に見えなくてすいません逆にすいません逆に、はい、で、はい、でその後、まあ、こういった野外教育っていうのをもっとこう広く、はいはい、広めたり、あとはいろいろ国際的な資格を、まあ、日本に導入して、うん、まあ、指導者養成やっていきたいということ で、うん、で独自にそういった団体を立ち上げて、うん、今運営しているという立場です、ね、今そういう団体で今写真で写ってましたけども、あれはじゃあ本当に指導者の指導をしてるんです ね大人がいっぱい集まってるんで、あ、ね、あれはそうですね、だから指導者の指導ですね。まあ、そんなことで具体的には例えばそうやって指導者を育成したりとか、はい、あとどんなことやられてるんですか。あとはですね、まあ、指導者育成したら、うん、まあ、それで活躍の場を作らないとダメじゃないですか、はいはいはい、ですので、まあ、キャンプとか野外活動っていうとどうしてもその学校現場とか、うんうんうん、そんなイメージあるじゃないですか、うんうん、子ども会とか、はいはいはい、ではなくて、もうちょっとその企業研修であるとか。おですから普通のいい研修ですね、はい、ビジネスマンの方がこういったところに行くんですよ、はい、山に行くとか、へ、あとはプロスポーツチームとか、はい、どんなとこ J リーグとか、あ、サッカーですね、 J リーガーがこういった山に行くとか。それは例えば J リーグの選手がその体を鍛えに来るってことなんでしょうか。いえ、実際山を歩いてそんな体がこう鍛えられるわけじゃなくて、むしろ、はい、まあ、子どもの頃の経験の話につながるんですけれども、うん、結局はなかなかうまくいかないじゃないですか、はいはい、まあ、新しい未知の世界で未知の領域で、まあ、そういった中で試行錯誤しながらチームで一つの結果を残していくという作業がめちゃくちゃそのサッカーのシチュエーションとかあとビジネスのシチュエーションとすごくマッチしてるんですよね。みんなそれぞれの個性、足の速い人遅い人とか、まさにいろんな個性を生かしながらお互い助け合って、お互いの強みを出し合って弱みをサポートし合ってと、そうじゃないと山の中で目的達成できないんですよ、うんうんうん、でそれが、まあ、ある意味、日常の、まあ、例えばサッカー、まあ、スポーツ選手だったらそのピッチとか、はいはい、あとグラウンドでのパフォーマンスにつながるし、うん、まあ、ビジネスパーソンだったら、まあ、会社での、まあ、プロジェクトの推進であるとか、うん、まあ、そういったところだとすごくこう親和性が高いんですよね。あ、じゃあ本当にそのチームプレー、あのメンタルな部分ですごくこう学ぶこととかが多いわけなんですね。はい、あとはまあそうですね、まあ単にこうメンタルで根性とかそういうのではなくて、本当にじゃあどういうふうにリーダーシップを取ったらいいのかとか、どういうコミュニケーションが効果的なのかっていう、だからむしろメンタル心理とかよりもスキルですかね、スキル、メタスキルって言うんですけど、はい、まあ、そういったところにこう焦点を当てて具体的に問題を解決する力とか、まさにその通りです、問題解決力、課題をどうやってみんなで乗り越えるかとか、そうですね、そこでどういうコミュニケーションが生まれるかとか。なるほど。あ、じゃあすごくそういう意味で実際もう本当社会にもう実際使える技を学んでいくわけですね。まさにまさに、あの社会に活用できる力ですね。これ子どもたちにもにはどういうふうにやったりするんですか。あ、大人全く一緒で、あの子どもたちも例えば、まあまあ、いわゆるエリート、はいはい、もう基本的な考え方は全く一緒です。子どもには子どものこう学習というか、ね、成長段階に合わせた課題があるし、あ、じゃあ本当に今こういじめ問題とかっていろんな問題もこういうとこから具体的なコミュニケーション能力を鍛えることで乗り越えていくこともできる。そうですね、まずはまあいじめられてる子にとっても、うん、あの価値があると思いますし、うんうんうん、逆にあの本人はそういうつもりはないかもしれないですけれども、うん、まあ、そういうちょっとね傷ついた子の気持ちがわからない、うんうん、まあ、結果としていじめる側になってしまった子にとってもすごく価値のある活動だと思いますね、うん。でそんな中で、まあ、人間のそういうこうスキルをいろいろ学ぶ中で同時にこう自然に対してもっていうことも、はい、そうなんです。はい、で、まあ、元々はその目的が野外教育だったんですけれども、はいはいはい、で、まあ、私たちがやってるその活動で、はい、
まあ、自然にダメージを与えてしまったら、うん、そしたら私たちの活動っていうのは持続不可能になってしまうじゃないですか、はいはい、でその時に例えばあの花取っちゃいけませんよとか、うんうん、ここではこうしなさいとか、うんまあ、いちいちその環境に対する注意をしていってもキリがないと、はい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 、キリがない、はいはいまあ、一個ずつね、そうなんですよ、はい、でそういった時にリーブノートレースっていうのが参加者と、まあ、我々提供者側の、まあ、一つのこう、うん、約束みたいになることで、うんで我々の活動によって環境にダメージを与えることもないし、うんうんうん、最小限にできるし、うん、で彼らにとっても非常に環境に対する配慮っていうのは社会に対する配慮にもつながるので、まあ、すごくリブノトレースを導入することによって彼らのためにもいいし環境のためにもいいというウィンウィンですね。ウィンウィンな感じ、まさにまさにウィンウィン。じゃあ今その人間のためのもともと野外活動教育だったのが同時にさらに進化して環境教育っていう側面も持って、はい、あそうなんですよ。あむしろだからむしろもともと野外教育には環境教育も含まれてた部分があるんですよね。じゃあどんな風に人間がインパクトを与えちゃうかとか、うん、あるいは守っていくかということをそういうこと体験しながら学ぶ一緒にやっていく、はい、ということなんですけど、はい、でこれがリーブノートレースってあのお言葉ありましたけど、ねはい、このリーブノートレースジャパンという団体をそれで立ち上げられたってことなんですけど、うん、これリーブノートレースっていうのはこれ、まあ、足跡を残さないっていうのはえはいなんですか残さないっていうのはどういうはい、はいまあ、リーブノートレースって、まあ、英語なんですけれども、はい、足跡残さない足跡残さないって言うんですけれども、うんまあ、平たく言うと環境に与えるダメージを最小限にしてアウトドアを楽しみましょうという、はいまあ、アウトドアの楽しみ方のテクニックなんですよ。でやはりその、まあ、さっき私が懸念していた環境に、うんまあ、こういったアウトドアレクリエーションとか、うん、アウトドア教育で環境にダメージを与えてしまう、うん、レジャーによってっていうのが、まあ、1970年代のアメリカで劇的に起こりまして、はいまあ、それに対する、まあ、国の政策としてミニマムインパクト運動っていうか、でそこから始まってるんですよね。あ、もう国の政策としてあったんですね。そうなんですよ。いや行政から始まったんですよ。へえ。でその、はい、中で7つの原則っていうのがあるんですね。はい、そうですね。今出てますけど、はい。あ、そうですね。はい。で、まあ、いろんなその先ほど言ったように環境に配慮するテクニックって山ほどあるんですよ。一個ずつね。はい。はい、夏山と雪山も違うし、ああ、そうか。山と海も違うし。そうか、はいはいはい、でそれ全部覚えたらもうキリがないので、うん、山の個性も違いますしね。その通りです。アメリカと日本も違うし、はいはい、だけどこの7つの原則に基づくことで、これはねルールではなくて原理原則なんですよ、うん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 、この原理に基づくことで、まあ、アメリカでも通用するし日本でも通用するし、なるほど、夏山でも通用するし海でも通用するし雪山でも通用するしというような応用が効くというそういうプログラムなんですよね、うんうんうん、この原理を学んでおけば臨機応変にそれに即してこの場ではこういうふうに行動を取ろうとか分かるようになっているというのがこの7つの原則なんですけれども、このあと7つの原則をねまた詳しく聞いてもいいんでしょうかこの7つ1個ずつどういうことかもう一回ざっと教えてもらっていいですか。あ、なるほど、はい、なるほど、これ順番に言っていきましょう、はい、お願いします、はいはい、まあ、原則の1が事前の計画と準備ということで、うん、まあ、結局まあ、準備不足で山に入ってしまうと事故が起こる、はいはい、うん、事故が起こる確率が高まる、うんうん、でその事故からリカバリーするためには、うん、まあ、やはり命の方が環境に重要ですから、はい、やっぱりそこ環境にダメージを与えざるを得なくなってくるとか、うん、あとはそもそも山に必要な道具を持ってこない、持っていかないと、はいはい、環境にね対してインパクトの少ない道具を持っていかないとそれだけでインパクトを与えてしまうとか、うん、まあ、そういったところ、原則2っていうのが影響の少ない場所での活動、うん、ということで、まあ、同じ山の中を歩くのでも歩いたことによってインパクトが大きいところと少ないところあるんですよね。うーん、テント張ってインパクトの大きいところと少ないところあるんですよね、はいはい、で同じテントを張るという目的を達成するんだったらより少ないところに張りましょう、うんうん、というのが2番目、はい、で3番目のゴミの適切な処理っていうのは基本的には持ち帰りましょう、はい、ゴミはもちろんです。ただどうしても山に残さなければいけないゴミもある。うん、例えば山のトイレの問題とか、あと、まあ、食べ物の食べかすなんて基本的には、まあ、全部持って食べるべきなんですけれども、はい、そういうのを残してしまった時にどうしましょうとか、うん、3番目、はい、4番目見たものはそのままにっていうのは、はい、まあ、どうしてもやっぱり山の記念であるとか、あ、例えば、まあ、本当に砂、ね、海のビーチの砂、うんうん、なんでこれ一人が持って帰ったところで何か影響あると思います、うん、
や一人だったらってやっぱ思いますよね。でしょ。ところがですよね、でそれそう考える人が例えば年間何万人もいました。 で、それが何十年も続くと、うん、全くその元々あったビーチの砂がなくなってしまうほどのインパクトがあるってことですね、はいはいはい、が4番目で、ね、で5番目、はい、焚き火なんですが、焚き火に関しては基本的には禁止されている場所ではやるべきじゃないし、やっちゃダメです、はい、それは、まあ、それはルール法律です、はい、ただやはりどうしても命を守るために焚き火の技術ってやっぱりアウトドアを楽しむ人は持っていた方がいいですよね、うん、でその時に同じ熱を得る光を得るんだったら、まあ、土壌というか環境にダメージの少ない焚き火の方がいいでしょうって話です。はい、やり方をぜひ後で教えてもらいましょう。はい、でいきますか、はい、原則6いきますか、はい、野生動物の尊重ということなんですけど、はい、でどうしてもあの自然の中で野生動物に出会います、はい、やはりあのより近くでわーって行きたいじゃないですか、はい、そうすると野生動物どんな反応すると思います。逃げるか襲うか逃げますよね、はい、もしか襲われるみたいな、ね、最悪の場合、で本当に野生動物見たいんだけれども、我々がそう野生動物に近づきすぎてしまうために本当に見たい野生動物が緊張してしまったり逃げてしまったりとか、はいはい、まあ、本来の野生動物の生き生きした姿を見れない。うん、でそういう時にどういう距離を保てばいいんでしょうかとかね。適切な距離感を、はい、で7つ目は、これはね実はね環境とはちょっと違うんですけど、他のビジターへの配慮、人の問題なんですよ。なるほど、お互いに人間同士のそういうことです。でリブノートレースは人間も含めた社会環境も含めて環境って考えるんですよ。なるほど、あ、なるほど、人間も環境の一部ですから。そうなんですよ、お互いの関係性を、地元で暮らしている人も同じビジター同士も、そういうことですね。ってことですね。でみんなこうあの山に行く目的って違うじゃないですか、はいはいはい、で私はまあ野外教育なんで人を教育するため、うんうん、である人はレクリエーションのため、うん、ある人は、まあ、例えばフィットネスのため、はいはいはい、エクササイズのため、で全部目的が違う人っていうのを、あの人はちょっと私たちとは違うからっていう風な態度ではなくて、それぞれの体験の質を尊重しましょうねっていうような考え方ですね。自然も人間もちゃんとリスペクトし合っていくと、はいはい、この後ですね、ちょっと、はい、あ、すいません、はい、映像をちょっと見ていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします、はい。リーブノートレースとは足跡を残さないっていう意味なんですよね。ただ、まあ、現実的に足跡を残さないって不可能なので、環境に対するインパクトを最小限にしましょうというアウトドアテクニックのことです。こう人々をこう自然の中に連れていくときに、まあ、それによって自然にダメージを与えてしまったら、まあ、その教育自体が持続不可能になっちゃうじゃないですか、まあ、そういったときにリーブノートレースというような、まあ、環境保全のための約束が参加者と私たちの間でできていることによって、環境へのインパクト、教育によるインパクトっていうのを最小限にすることができるので、一番最初リブノートレースを導入しました。リブノートレースは、まあ、7つの原理原則があるんですけれども、環境に対するテクニックってすごくたくさんありますよね。例えば、まあ、海だったら海なりの環境に対するテクニックがあるし、山だったら山、あと同じ山でも季節によって夏山と冬山だと全然違うんですよ。だから本当だったらたくさんそういったテクニックを覚えないといけないんですけれども、リブノートレースはその7原則を守るだけで誰でも簡単に環境に対して配慮のあるアウトドアを楽しめるテクニックです。まあ、最近のねアウトドア産業の活況で、まあ、たくさんの人がアウトドアに足を運んでくださるようになりまして、まあ、それはそれで素晴らしいことだと思うんですけれども、でもっともっと日本でね、こんな素晴らしい自然ですからアウトドア産業が盛んになってもらいたいんですけれども、その盛んになるのと同じように、まあ、しっかり環境に対するテクニックであるとか、まあ、配慮行動っていうのもしっかり身につけていかないと、まあ、このアウトドア産業が、ね、持続不可能になってしまうので、まあ、そういった考えからアリーブノートレースジャパンというのを立ち上げようと思いました。で長い、まあ、時間、まあ、時間というよりも日数ですよね、日数山の中で共同生活するような体験というのはとっても重要なんですよね、まあ、そんな時むしろ、すごく、ね、重たくて硬いブーツというのは体も守るんですけれども、もうすごく環境へのインパクトも大きいので、まあ、環境にも優しいし体にも十分優しいティーンのブーツっていうのをすごく長い間ねロングトレイル歩くためには愛用しています。
これからねあのアウトドア楽しみたいなっていう人にとっては、まあ、とっても向いた最適なブーツだと思います。ありがとうございます、はい、バタバタしちゃいましたけど今ね本当に映像でこんなら、ま、もう一回改めて説明をしてくださってお恥ずかしい。いやでも気持ちよくあの本当に皆さんとこう、ね、楽しみながらいろんなことを学べるっていう、そうですね、ことなんですよね、うん、やっぱり、うん、あの LNT をより深く知ってから、はい、まあ、あの気持ちよくなりましたよね。アウトドアの仕事がより、あ、それどういう点ですか、うん、あ、やはりあの参加者との関係性も含めて、あとは他のビジターとの関係性とかも、はいはい、まあ、結局こちらが配慮できると向こうも配慮してくれるので、より気持ちのいい関係で仕事ができるようになりましたね。じゃあこれは人間社会にとっても大事なことですね。いや、めちゃくちゃ分断とか言われてますからね。いや、めちゃくちゃそうですよ、ね、はい、あの自然の中だけの話じゃないと思います。でその素敵なこの LNT、はい、Leave No Trace ですけども、うん、出会いというのはどういう感じだったんですか。はい、で、まあ、まずは野外教育指導者というのがありましたと、うん、でまあ、リブノトレースというのも、まあ、文献上は、まあ、本の中で、はい、まあ、目にすることがあったので、はい、まあ、学生のうちからなんですけれども、あ、これは単にその環境保護のなんか、うん、あのフレーズというか、うん、あ、なのかなという、まあ、環境大切にし標語みたいなのかなって、その程度の理解だったんですね。でそれで、まあ、初めて2003年なんですけれども、アメリカ の, その野外教育指導者のトレーニングを受けた時に、うん、でまあ、リブノトレースのトレーニングじゃないですけど、当然、まあ、人を野外の中に連れていくので、まあ、環境への配慮って重要で、リブノトレースという、まあ、プログラムがその中にあったんですよ。プログラム、はい、プログラムというか、まあ、単元ですよね、カリキュラム、はいはいはい、で、まあ、当然野外、まあ、要はこちらは参加者としていくわけなので、まあ、当時の日本の野外の指導者養成の発想でいくと、なんかそのコースに参加して教えてもらえるんだろうと。違うんですか。そうなんですよ、教えてもらえるんだろうというつもりで行ったら、はい、事前におそらくその説明をよく読んでなかったのかもしれないですけど、向こうに行ってみたら、はい、でお前がリブノトレースを教えるんだよと、はぁ、あ、みたいな、はぁ、あ、はぁ、あ、なんですよ、はい、でそこから何をっていうか、だから、まあ、しっかりそうテキストを読み込んで、なるほど、他の受講生はみんな知らないわけなんですよ、学びに来てるわけですから。みんな生徒ですよね。はい、でまあ、日本の学生と、まあ、その時はあの教員やってたんですけど、まあ、日本の学生とアメリカの学生さんが一緒になって、でみんな初めてリブノトレースを学ぶわけなんですけれども、まあ、その中で自分が任された部分っていうのをしっかりこう勉強して、うん、で単に、こう口頭で喋っても、あ、しかも教室じゃなくてね、2週間のこう 登山中にやるんですよ。はいはい、ですから野外教育ですね。まさに野外教育で、とうとうとリブノトレースの説明しても、うん、その山の中で面白くもないじゃないですか、うん、それを自然素材を使ったり、はい、あとは体験的にやったり、いろいろ参加者同士でディスカッションさせたりとか、うん、まあ、いろんな工夫をしながら、うん、参加者が主体的に学べるような工夫をしながら、うん、リブノトレースのティーチングをするという経験をしまして、これで今までの私の教育スタイルが、あ、そうか、先生だったんですね、バチーンと衝撃受けまして、はあ、逆にまあ、もちろんね、あの自分はこれがいいと思ってやってきたんですけど、はい、いやいや自分はなんてつまらないティーチングを今までしてきたんだろうという。そうか、ワンウェイだったわけですね。まあ、もちろんね、いや、ワンウェイにならないようにしようという工夫はありました、はい、当然、ね、だけれどもそうじゃなくて、その子ティーチングというのもしっかりその学問として体系的に理論的にはこういうふうに教えるとより受講生が学習できるんだよというのを教えてもらったりとか、あと参加者が他のメンバーに対してティーチングをするという、うんうんうん、しかも教室の中でパワーポイント、うん、ホワイトボードじゃなくて山の中で、うん、というので自分のこうティーチングスタイルがガラッと変わりまして、もちろんそれでリーブのトレースもよりよく理解できましたし、はい、でそれでリーブのトレースを日本にこれ持ってこようと。そっか、一方的にこう教えてもらうんじゃなくて、自分が教えるという行為の受け身ではなくて能動的に関わることによってより深く理解できるようになると。そういうことなんです。いうことなんですね。もともとがそれをアクティブラーニングって言うんですよ。能動的ですから、アクティブですから。なるほど、はい、へえ、じゃあ本当にそんなふうにこう深くこう自分から学んでいく姿勢の中でリブノトレースがどんどんこう楽しくなってこう理解で、これ世界中に今あるんですか。あ、そうなんですよ、はい、でアメリカから始まったものなんですが、先ほど言いました通り7原則っていうのがどの環境にでも汎用性があるので、うんうん、
ですのでまず英語圏の国が、まあ、それぞれブランチ立ち上げまして、はい、でそれから今アジアでも LNT のグループがあるのが、まあ、台湾ありますし中国もありますし、フィリピンもありますし、うん、インドもありますし、うん、で、現在日本もそのブランチの仲間入りをしようということで準備をしているジャパンを立ち上げられたわけなんですね。 J ですね。でも本当にこれだけ今アウトドア産業というかね、どんどんこう楽しく皆さんが参加するようになってきたので、うんうん、同時にこう戸惑いもあるし、そうですね、あのこういう失敗してしまったとかね、そうですよね、はい、理解をして、いやまさにそうなんですよ。でやっぱりリブのトレースっていうのは、うん、環境にダメージを与えないためにアウトドアに来ないでくださいじゃなくて、もっとアウトドアに来てください、アウトドアをもっと楽しんでくださいっていう考え方で、うん、そのためにはこの楽しいアウトドアを次の子どもたちに残しましょうねっていう考え方なので、足跡は残さないけど、そうだからもう両輪ですよね、アウトドアを楽しむことと環境に配慮するっていう両輪が揃わないと、やはりね、まあ、限りあるものですから、再生力もあるけれども限りあるものなので、アウトドアは、はい、なるほど、はい、まあ、そんな風にして両輪がこううまく回ることによってちゃんと持続可能、持続可能な産業とアウトドア産業としてもうまく、もちろんアウトドア産業がずっと続くと持続可能になるってことですね。ほったらかしでも自然は良くないって言いますもんね、人間が関わっていった方が、そうですね、はい、うんうんうん、というあのリブのトレースなんですけど、はい、具体的にじゃあさっき7つの原則がある中でどんなことが起こりうるのかってこととか、どんな風に対処していくか、ちょっとこうあの原則をにそのっとって、あ、なんかこうなるほどなるほど、例をいくつか教えてもらうと、あ、あ、ちょっとすいません、はいはい、ちょっと電話が本番中なんですけど、はい、ちょっと、はい、あれちょっとすいません謎の小芝居お、あらら、あれダメな人じゃないですかそれ、あれダメな人、あ、すいません、すいません、ありがとうございましたこれはすいません、いえいえ、はい、ゴミ散らかしますけど、散らかっちゃいました、ね、はい、これをやっちゃうってことですね。そうなんですよ。で、まあこういったね、例えば行動食とか、まあ、こういうお菓子とか、はいはいはい、持っていくじゃないですか、甘いもんがね、美味しい、必要ですよ、まあ、いやもちろん必要なんですよだけど例えばこういう個包装を持ってってしまうことによって、はい、で何もねこれをね、うん、自然の中に捨てようなんて人いないですよ。たまに落ちてるじゃないですか、はい、あ、切った端っことか、そう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 、それもあえて捨てようなんて思わない、だけど、そっか、今見てエラーを起こしてしまうんですよ。ですからそもそもこういうのはもう山に持っていかないというような、うん、そんな考え方とか、最初からこう出してなんか大きな袋に、そうですそうです、入れとくとか、ね、あとナルゲンのボトルとか袋に入れてそれをこう行動食として取るとかね、まあ、それも一つですし、はいはい、僕ね、あのまさに一昨日それで悩んでたんですけど、僕鼻水がやたら出るんで鼻をかみながら歩いてると使ってないティッシュを出すと使ったティッシュが出ちゃうみたいなので、あーみたいなことになってて、よしじゃあ使ったのはこっちとかいろいろやってたんですけど、そういうことですね。そういうことなんです。例えばティッシュに関しても先ほどの2週間の登山だったじゃないですか、2週間鼻かみ続けたらどんだけティッシュが、おおそうですよね、はい、多分ティッシュの箱丸々ゴミになりますよね。あ、ですから鼻をかむときも例えばバンダナでいいんですよね。おお、バンダナこういうのね巻いて、そうそうそう、こうやってやってればいいんですね。でまあ不潔じゃないですか、うん、水、あの鼻水がつくわけですから水で洗って乾かせばいいんですよね。そうすることで鼻水の処理もできるし、いやなんかすごい長年の僕の鼻水問題がすっきりしました今あ、まあ、ただね、ただまあ、例えばタオルとか手ぬぐいで鼻をかむっていうのはもしかしたら抵抗あるかもしれない。いやもう今乗り越えました。あ、そうっすか。いや普通の方は抵抗あるかもしれない。それが例えば日帰りのアウトドアだったら、はい、でティッシュをしっかり管理できるんだったら何も、うん、ティッシュを持っていくこと自体がダメとは、うん、思わないですよね。だからリブのトレースってダメじゃないですよ、ドンとじゃないですよ。だけどそれが例えばそのやり方っていうのはずっと1週間2週間、うん、山で生活するときにそのやり方で通用しますかっていう考え方、うーん、そうするとやはりティッシュで全部何でもかんでも処理するっていうのは限界あるよねってなりますね。うん、なるほど、はい、そっか。いや僕あの山に行ったら汚れるのが楽しいのでもう思いっきりこうやってこうやってやります。これから靴も汚して服も汚して、それまたちょっとリーブのトレースとは違う方向性に行ってます、ね、ちょっと道を無理には汚す必要はないと思いますねちゃんとあの節度を持ってやっぱあの衛生的に過ごすのが山はいいかと思います。わかりました、はい、環境は汚さないけど自分が汚れちゃう。そうそうそう、それ自分も綺麗がいいですね。わかりました、ね、あの他にも例えばその汚れるトイレとかもあるじゃないですか。はいはいはい、はい、これどう例えばどうすれば、あ、トイレもですね、例えば出ちゃいますから。そうですそうです、そうです、例えばあ、まあ、
ティッシュの問題にしろ、うん、で我々はまあ、たくさん野外教育で人を山に連れていくの で、うん、でそういったビジネスとしてやるときはしっかりティッシュは持ち帰らせてます。やはりねティッシュといえどもあれパルプ木からできてるんですけれども、はいはい、やはりね分解するまでに時間かかるんですよ、うん、でそれで、まあ、まとまった人数が、まあ、同じ比較的狭いエリアで、うんかなり高頻度でやってしまうと、はいはい、なかなか分解も遅いので、うん、うちの場合は持ち帰らせてるんですが、うん、例えばそれを全部ねアウトドアのまあ、初心者の方に強要してもちょっとすごくねそれを持ち帰るのって難しいじゃないですか、うん、ですからなるべくトイレがあるところで済ませましょうっていうのもリブのトレースですし、うんはい、あとは携帯用トイレを持っていくっていうのもリブのトレースですし、うん、ですからリブのトレースってこれをやりなさいっていうルールではなくて、うん、自分のできる範囲でなるべくインパクトの少ない方法ってどんな方法かなっていう考え方なんですよね。それも何か例えば僕は行動食を準備するのも楽しくて、はいはい、ちょっと遠足気分なりますなります。じゃないですか。それと同じように行く前に自分の体調とか経験とかも踏まえて、うん、トイレはどうしてみようかなってこう人それぞれ考えていくことが、そのめちゃくちゃだから クリエイティブな、お楽しみながら楽しみながら、実際あれはダメこれはダメ環境に良くないって言われちゃうと、せっかく遊びに行くのにダメダメ言われちゃうと、そうなんですよ。辛いですもんね。で残念ながら日本 の、 その、まあ、その自然公園の管理っていうのは、うんうんまあ、よくダメマーク禁止マーク見かけるじゃないですか、はいはいはい、丸に赤線の、はい、要はドンとなんですよね。ではなくてリブノトレスってもっとこうしてしま見ましょうという、はい、全部スローガンなんですよね。これやってみましょうこうしてみましょうポジティブなんですね。レッツなんですよね。なるほど。あとこうなんか例えばどんな、人気のあるところに行きたがっちゃうっていうのもなんかあるみたいですけど、あ、ありますあります、あります、はい、でこれはね本当ね、まあ、日本の社会がそうなんで難しいんですけれども、うんまあ普通の方が休む期間っていう、まあ、要は休日も限られてますし、うん、集中してますよね、はい、あとどうしてもこう人気があるところってこうどうしてもそこを行ってみた見てみたくなるじゃないですか、はい、でそうすることによって結局はそこがに、まあ、人が集まって本当にこう見たい自然が見れる、もう1時間行列並んでみたりとか、はい、人が行ってみたらたくさんだとか、自撮り棒みんなしててね、そうですそうです。それちょっと日程をずらしてみるとか、はい、ちょっと、まあ、そこまでポピュラーじゃないところに行ってみるだけで、よりこうなんだ静かで楽しい自然が味わえるというか、また新しい発見もありますし、これ例えば歩く場所っていうのもみんなが歩く場所がで、うん、こうまあ参道ができてったりとするわけじゃないですか、うん、そこでやっぱ問題もあったりも、うん、あそうですね、集中しちゃうっていう写真が今4番目が、あなるほどなるほど、はい、これはまあ登山道の写真なんですけれども、はい、これどんな状況になってるか分かりますかね、うん、なんか登山道が何本もあるように見えません？あ、よく見るとあ、はい、そうですね 1,2,3,4 本になっちゃってるんですか。そうなんです。実はね一番左側がもともとあった登山道なんです。一番こっち左側、はい、でそこが水たまりになることによって、はい靴が濡れるのが嫌だということで横に出る1個右に、はいはい、そうするとそこが登山道になっちゃうんですよね、はい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 、でその登山道が抜かってもう一個左あ右で最後4車線目ができてしまうという伏線道路みたいになっちゃうんだ。でこれはねかなり緯度が高い山なので、あ結構そうなんですか、このトレイルはなかなか、はい、回復しないと思いますね。あそっか、ちょっとぬかるんでる日々が続いてる場所、あじゃなくて要は植生がです。あそ植生が回復しないでしょうね。あなるほど。 あんまり緑が元気じゃないその緯度が高いところなんで寒い、あ再生力が低いんですよっていうことなんですね、はい、そっか。ですので、まあ、水たまりを避けるなんて当たり前の行為っていうか、まあ嫌じゃないですかそのぬかるんでるとこ入るなんていうか。あ僕は意外とだちょっとおかしいんですよね、はい、僕汚れたいちょっと違う方向性汚れなんで普通の人は、はい、でもせっかくねこういう金の靴なんかはそういうのできてますから、そうですね、防水だし、そうハイキングブーツってのは基本的にはこういうところ歩いて大丈夫なんでできてるんですよね、はい、ですからそういったちょっとした、まあ、無知というか知らなかっただけで知らず知らずのうちにこういうことが起きてるってことですよね、まあ、でもこれは多分考えずに先ほど のお菓子のゴミの件もそうだけど、ね、意図的にやってるわけではなくて、はい、人間の日常生活の都会生活の中で身についちゃってることなので自然に無意識のうちに避けちゃってるっていうだけのことその通りだと思いますね、なのかもしれないですよね、はい、そうすると結果としてこういうことが起きちゃうと、そう何もその、ね、植生にダメージを与えようと思って泥を水を避ける人はいないと思いますね、うんうんうん、まあ、あとは例えばどんなことがあるんですか、実際こう行動し、あテントの写真も今出てますけど、あなるほどなるほど、はい、これはですね大体その人がテントを張りたいなと思う場所っていうのは、うん、大体似てるところじゃないですか、平らで、ねうん、はいはい、安心できてみたいな、はい、
で大体、誰もがそう思うんですよ、うん、一人の人が思うってこと。居心地良さそうな場所、居心地良さそうな場所、でそこに一回張ってしまうと何らかの形跡が残るんですよね。あ、前の人がテント張ったのかな、そうすると次の人もどうしてもそこに張りたくなっちゃうんですよ、うん、居心地も良さそうだし張った形跡もあるし安心だしね。そうなんです、はい、誰かがやったのは大丈夫だろう。それを繰り返していくともう回復不可能な拉致化になってしまったり。拉致ってのは裸、裸の土地ですね。あれは別にこう天場じゃ ないところなんですけれども、天場ってテント張る場所ね、はいはいはい、ないところなんですけれども、まあ、おそらくかなりこう高頻度で同じ場所でテントを張り続けたことによってなかなか植生が回復しづらくなってしまったと。あ、そうか、明らかに周りに緑があってもそこだけないっていうことが。なるほど、じゃあそれもちゃんと見極めて楽しみながら、見極めてあえてそういうちょっとでもダメージが始まりかけた場所は、うん、いかにそこが快適そうであってもそこは避けるということが一つできたら、ずっと再生力、自然の再生力の方が勝つので、いや、はい、ずっと元の状態が続くということです。焚き火なんかどうですか。焚き火もめちゃくちゃ、はい、大きな問題ですね、はい、ね、焚き火話しますか。はい、お願いします。焚き火知りたいですか。はい、なるべく短めに。焚き火がまたダメージでかいんですよ、はい、あの最もこう、まあ、ダメージの大きいアウトドア活動の一つと言ってもいいと思うんですけれども、でそれも、まあ、何も考えずに、うん、まあ、普通の土壌の上で焚き火を焚いてしまうと、その土壌に対して、まあ、少なくてもその年そのシーズンというのは植生戻らないですし、あ、そっか、でそういう時にじゃあ例えば、ね、登山に今、はい、キャンプやられてる方多いので、うん、焚き火台とか持ってる方多いんですよ、はいはいはい、で焚き火台を皆さん使うようになった、うん、これはね素晴らしい進歩だと思います。アウトドア産業の、うんうん、じゃああの焚き火台をさっきの山に連れて持っていけるかどうか、ね、うん、重くて無理ですよ。ですよね、はい、ですので、まあ、リブノトレースの、まあ、あるハイキングバージョンの考え方っていうのは、山に持っていくようなものでいかにインパクトを少なくするかっていうような、うん、焚き火のテクニック、どうすればできるか、そういうこと、やらないんじゃなくて、そうなんです、はいはいはい、やるかやらないかじゃなくて、やらざるを得ない時、うん、命にね、そう、命がやらざるを得ない時に焚き火で熱を得るという目的を達成するんだったら、どうしたらよりインパクトを少なくするかっていうのを、山に持っていくような一般的な道具でそれをやるというようなテクニックですね。そういうのも学んでいけると、はい、でもお話を伺ってると、いかにこの自然とコミュニケーションを取りながら、あ、ここはちょっとみんながやってるからやめてあげようかなとか、なかなか深いこと言いますね。自然とコミュニケーションなんかね、はい、そういうの楽しく考えていくと、なんかあれもダメだしこれもダメだし、これはいいかなあれはダメだしじゃなくて、こう聞いてみるような感じで、こうかな、そうですね、あかなってこう考えながらいくと、全くだからドントとは逆の発想ですね、はいはい、楽しいですね。どうしたらインパクト少なくなるかって、めちゃくちゃこう創造性もあるし、うんうん、あとその状況でより良いことが変わるわけじゃないですか、はい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 、判断にも、ね、判断力も必要ですし、だとするとこうなんか一方的に人間のルールをこう自然界にガーッと持ち込んでやっちゃうのではなくて、そうですね、ちょっとこうどうなのってこう、うん、伺いながらこうやっていくって、その考えていくのは、それだけでも逆に違う脳みそを使って元気になりそうな気がします。いやいや、もういつも楽しい脳の使い方してます、ね、山の中だといけないいけないって、はい、逆に考えたら日常生活の中でね、水たまりを避けなきゃとか、泥はつけないようにしなきゃとか、いろんないけないことが社会ではあるの で、 そうです、ね、山の社会でどういうことがいいのか悪いのかってことを感じながらいく、そうですね、まさにコミュニケーションする山と楽しいかもしれないです。パクります。今後のすいません、はい、活動はどんなふうに、はい、そうですね、はい、まずリブノトレースジャパンっていうのを立ち上げましたので、まだまだリブノトレースって言葉が世の中に認知されてない状況ですから、うんうん、まずはそれを認知してもらえるような活動ですね、はい、あとはまあ、やはりリブノトレースの一つのミッションに、すべての子どもたちにリブノトレースというのがありまして、はいはい、で学校現場などに、はい、まあいいですね、で実際ね、もう実はもともとアウトドアスポーツっていう教科書を、私中学生とか高校生の教科書を書いてるんですよ。でそこに、本当偉い人、はい、偉くないです誰かが書かないといけないです2021年度版からリブノトレースがバーン、はい、7原則バチって出ますから。中学生の教科書。そうなんです。だから日本の中学生の、まあもちろん全てシェアしてるわけじゃないですけど、うんうんうん、かなり、まあ、大きなマーケットを持ってる教科書 で、はい、でだから子供たちがリブノトレースを知る時代が来てるんですよ。ちょっとじゃあこれ大人たちは知ってないと恥ずかしい、恥ずかしい時代が来るので、知らないのみたいな、パパみたいなことに、うん、なっちゃうんですね。あとはそれでリブノトレースいいなと思った子供たちがもっと学べる環境をしっかり作っていかないと、次の時代の常識に
本当そうですね、アウトドアの常識にしていきたいですね、うん、はい、あの金もあの一緒にこう応援してますけども、じゃあ他にもどんどん応援してもらえると、ああ本当に、ね、うん、それは今後もう特に企業さんの力っていうのは本当にね、はい、まあ、我々の後押し、強い後押しになりますので、うん、ご協力いただけたらと思います、こんな風にいつもこうモチベーションっていうんですかね、うん、これもやりたいっていう思う、うん、どこにあるんですか。ああ何でしょうかね、何でしょうかね、まあ、一つはやはり、まあ、例えばリーブのトレースにしろ、まあ、野外教育のコースにしろ、まあ、やっぱそこでトレーニングを受けた指導者たちが、はい、もう劇的に要は指導力を上げる姿を見たりであるとか、はい、あとはまあ本当に、まあ、こういった、まあ、野外教育もアメリカのプログラム持ち込んだりリーブのトレース持ち込んだりしてるんですけれども、まあ、そのためには私一人の力でできなくて、まあ、多くの仲間をこう巻き込んで、巻き込まないとなかなかできないですよね、まあ、金さんもサポートしてきましたし、ですので、まあ、そういうふうに、まあ、関わってくれた方々には、まあ、絶対その関わってよかったなって思ってもらいたいとか、そのためには、まあ、それがを使ったいい社会というかいいアウトドア産業を作っていきたいなと思います。それがまあモチベーションですかね。なるほど、ぜひこれからどんどんこれがね、どんどんスタンダードになっていって、そうですね、ね、はい、みんなで頑張らないといけないですね、そのためにはだいぶ頑張らないといけないです、ね、分かりました、はい、僕も頑張りますので、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、またぜひいらしてください、はい、楽しかったです、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、というわけで今日はリーブのトレース、そして野外教育指導者でもある岡村太斗さんを迎えておりま す、 ありがとうございます、はい、ね、フィルグッド TV 今日第12回目だったんですけども、この前ですねちょっとアメリカのラジオ番組を聞いてて、と思ったんですよ、ちょっと前ですけども、あのヴィンテージワインってあるじゃないですか、でヴィンテージワインって偽物が結構あるんですって、でこの偽物をどうやってあの見つけるかというのがちょっと衝撃的だったんですけども、その専門家がですねセシウム137を検出する、瓶を開けなくてももしその中ワインの中にセシウム137放射能が入っていればそれは1945年より以降にできたものなんです。というのは1945年以前のものには世界中にはこの地球にはそのセシウム137放射能は存在してなかったからだそうなんですね、まあ、こんな風に人間は、まあ、ちょっとさっきの話ともあれしますけども、何か足跡を悪い足跡もいっぱい残してきてしまってるなということをすごく考えてしまいまして、まあ、そんな発想の中から今地質学者たちは新しい時代、ちなみに今は寒心星という時代らしいんです、地質学的には、氷河期から今までずっと続いてる、だけど今からは人間がそこに足跡を残してしまって環境を変化してしまった時代、そしというのをアントロポシーン人新世という時代というのを作っていったらどうかというふうな提案まで出てしまっているということで、本当のことを考えると今人間が与えてしまった痕跡というのがその地質や環境に残ってしまうことを後世の人が見ることは僕は恥ずかしいことじゃないかというふうに思うので、先ほど岡村さんもおっしゃってたみたいに何も残さないことが最高のものを残していくことに僕は今日なるんだなということを痛感したので、そんな風に楽しみながら何も残さないで楽しんでいきたいというふうに思って、あの今週はここで何も残さずに終わりたいと思いますので、また2週間後ですね、フィルグッド TV 石川みのるでした。There are hundreds of choices that go into making a shoe. And at Keen, we think each one is a chance to do things a little better. For 17 years, we've been family-owned and values-led, responsibly crafting our footwear to have the least possible impact on the planet. In that time, we've learned a lot about how our choices can have a positive impact. Sometimes those choices are small, like using recycled aluminum eyelets, or webbing made from recycled plastic bottles, We're harvesting the waste from one shoe to make something new. And sometimes those choices are big, like investing in the people we work with, partnering with family-owned suppliers, and even building our own factory in León, Mexico. Behind every Keen shoe are dozens of these responsible choices. And behind every choice is a person working to make things a little better. This isn't the easiest way to make a shoe, but we think it's the right way.It's all part of how Keen Footwear is consciously created for a better planet.